バウアープレイオフで勝てるチームとそうではないチームの違いは、〇〇だ。バウアー投手は登板前に次のようにコメントしています。私の経験上、プレイオフで勝利するチームとそうでないチームの違いは、選手の才能や能力ではなく、基本的なことをきちんとやれるかどうかにあります。特別なことをしようとしたり、自分の限界を超えようとするのではなく、やるべきことを着実にこなすことが重要です。それが一番大切なことだと思います。このコメントは、彼がプレイオフや重要な試合に臨む際に持つ姿勢と考え方を示しています。本日のお言葉。まあ普段通りのプレイできてない現状だから余計な。変に気負わずってのができてないんやろね、焦りとかで。うちはそういうのにめっぽう弱い印象だわ。打撃のチームだったり、投手のチームだったり D って難しいチームよね。投手のチームだぞ、表ローテがこれほど安定したチームもないからな。リーグ優勝ではなく、もうプレイオフに切り替えてるのかな。常に平常心言うことやな。こういうこと平気で言っちゃうから、バウアーはアメリカの所属チームでは嫌われていた、日本だと知らんけどね。なんか喜怒哀楽激しすぎて、お言葉とは点で違う方向に行きそうなタイプやけどな。重たい言葉やね。